年も若き日の水島新司先生がドカベン山田太郎のお腹にドラえもんの4次元ポケットをくっつけて山田太郎に秘密野球道具を取り出させたら、カキキキキキーン、いつでもホームラン。もしも若き日の水島新司先生がドカベン男いわきのお腹にドラえもんの4次元ポケットをくっつけて男いわきに秘密野球道具を取り出させたら、クワラゴワキャッキャキャー、なんでもあっきゅう。もしも若き日の水島新司先生がドカベン、トノマのお腹にドラえもんの4次元ポケットをくっつけてトノマに秘密野球道具を取り出させたら、ズラキキッキキーン、すっごい長いバット。若き日の水島新司先生がドカベン、トノマのお腹にドラえもんの4次元ポケットをくっつけてトノマに秘密野球道具を取り出させたら、ズラキキッキキーン、グリップ側でも打てるバット。ドカベン男いわきにゲテモノ料理を食べさせてグルメレポートをさせる若き日の水島新司先生。ん？何やこれ、カナブンのおひたしやて、こないなもん食えるかいな。せやかてわしも男や、皿に盛り付けられた料理残すわけにはいかへん。パクッ、うまい。グアナゴはガキーン。ドカベン男いわきを心霊スポットに行かせて、いわきがいつもくわえている葉っぱは霊力に反応するのだということを読者に分からせる若き日の水島新司先生。なんやこの辺、薄気味悪いのう。ん？